好きとか嫌いとか。ステレオドラマもっとときめきメモリアル第1話入学第1回ときめきハイスクールライフ。どこだ？高見直人、高見直人と。あっ、あったあった。1年 A 組か。俺、高見直人、15歳。この春から、じゃなくて、ズバリ今日から晴れて高校生の仲間入りだ。まあ、ほどほどで控えめの成績の俺が、この私立きらめき高校にまさか入学できたなんて、未だに信じらんないけどね。とにかくこれから始まる高校生活への期待で胸を目いっぱい膨らませてるってわけだけど、この胸が高鳴るのはもう一つ理由があるんだ。あった、藤崎しおり、同じクラスだ。直人君もきらめき高校なんだ。じゃあ今までと一緒ね。これからもよろしくね。そう、この高校に合格した時決めたんだ。高校生になったら絶対に自分の思いに決着をつけるって。幼なじみの彼女藤崎しおりへの思いをしおり本人に告げるんだ。たった一言、好きだって。あの、ちょっとすいません。え、俺？うん、あなた私と同じ新入生よね。ああ、俺 A 組の高見直人、よろしく。で、君は？私11夜恵。突然で悪いんだけど、しっかり顔見せてくれないかな。顔？俺の？うん、こっち向いて。あ、いいけど。いきなり一目惚れとか、なんか高校生活幸先いいんじゃない？なるほど、あなた女難の層が出てるわ。それもかなり深刻な女難の？まさか、しっかりと出てる。それから、ああ、サークルかなんかの勧誘だったらごめん。違うわ、あなたのことが気になってどうしても一言言わずには気が済まなくて。だってこんなにはっきり出てるなんて珍しいんだもん。付き合ってらんないな。じゃあ俺急ぐから。待って、それから水難の層も出てるから十分に気をつけて。それに、ああ、わかったわかった。だからちゃんと前向いて歩いて、ほら。他人が危ない。しめて、ごめんなさい。ああ、いいよ気にしなくて。それより11屋さんは大丈夫？濡れなかった？あの、そんな深刻な顔しないで、本当に大丈夫だからさ。あし、ありがとう。私ドジだから。でもそれはそれとして当たったでしょ、水難の層。あのね、水難の層か。ってことは女難の層も。ああ、いやこんなの偶然だ。俺の高校生活は期待と希望がいっぱい。あし、いや、ちょっと不安が混じってきた。というわけで、俺とバンドを組んで熱い青春を送れたやつは声をかけてくれ、よろしく。ガストレートならできるぜ。では次の人。皆さんはじめまして、名前は藤崎しおりです。趣味は音楽鑑賞で、クラシックなんかをよく聞きます。皆さんこれからもよろしくお願いします。やっぱり可愛いよな。ほんと可愛い。な、お前もそう思うだろ。ああ。俺、早乙女よしお、よろしくな。高見直人だ。こっちこそ、よろしく。だけどこのクラスじゃ、やっぱ彼女が一番。いや、学校中探してもあんなに可愛い女の子はいないぜ。彼女って、しおりのことか。しおり？おい、お前あの子のこと知ってんのかよ。知ってるも何も。俺の幼馴染だよ。幼馴染だと？
羨ましいぜこの野郎。こみゃっ幼馴染だってそんなにいいもんじゃないけどな。じゃあさ、彼氏とかどうなんだよ。しおりに知らねえよ、んなこと。よし、チェックだチェック。お前そのメモ帳女の子のことでいっぱいだな。ま、女の子の情報なら俺に任せてくれよ。いくらでも相談に乗るぜ。ああねえねえ、しおりはクラブとかどうするの？え？そうね、まだ特に考えてないけど。あ、じゃあさ、野球部のマネージャーになって一緒に甲子園目指そう。野球なんて古い古い、これからはサッカー部だよ。ねえ、国立競技場目指そう。ダメダメ、しおりはクラス委員で忙しいんだから。ねえしおり。そうね、もう少しゆっくり考えてみるわ。なんなら私がマネージャーやろうか。国立競技場だろうと両国国技館だろうと目指しましょう。それちょっと違うんじゃない？やっぱいいよな藤崎。うん、ルックス最高、性格満点。うん、入学試験もトップだったって話だし。うん、人気出るのも当たり前か。うん、真央と藤崎のこと好きだろ。うん、おい里目、なんで？誰だって察しがつくって。藤崎を見るそのしけた顔見てればな。しけてるか俺の顔。おお、しけっぱなしだ。むくれんなって。こんなとこでうだうだやってないでスパッと告白しちゃえよ。バカ、簡単に言うなよ、一言だと思って。なんなら俺が代わりに言ってやろうか。おい藤崎。ああやめろこれ。何の、いいからいいから、俺がいくらでもアドバイスしてやるぜ。言ったろ、女の子のことは任せとけって。面白がってるだけだろ。そんなことはちっとだけだ。へえ、熱い友情に涙が出るよ。やれやれ、下々のものは苦労が絶えないようだね。下々の苦労？け、伊集院、口の利き方を知らないな君は。高見直人くんだったね。先ほどの君たちの話からすると何やら恋に悩んでいるようだな。いつから人の話聞いてたんだよ。おい、庶民は細かいことを気にする。クラスメートのよしみだ、この伊集院霊がありがたいアドバイスをくれてやろう。別に聞きたかないけどね。大事なことは人にはそれぞれ分相応があるということだ。せいぜい君もお似合いの相手を探してくれたまえ。まあ高嶺の花にうつつを抜かす時間があったら釣り合いの取れた相手と幸せになるんだな。高嶺の花？容姿端麗にして名門の生まれ。ちなみにこの学校の理事長の孫でもあるこの僕でさえ身分相応の相手を探すのは大変なのだよ。まあ君たちとは次元が違う話で申し訳ない。あー、言ってろ言ってろ。その苦しみが分かるのは私だけですわ、伊集院くんね、みんな。はい、高嶺さん。また変な連中がやってきたぞ。エッジ組の鏡ミラだよ。ああやっていつも自分の親衛隊を何人も従いでるんだ。あー、確かに美人ではあるけど高びな女だぜ。そこのあなた、また俺？聞くところによると好きな女性に告白するかどうかで悩んでるんですってね。一体どこで聞いてたんだ？あ、何探してんだ？いや、盗聴器でも仕掛けてあんのかな。その話残念だけど諦めていただくわ。え？私に憧れる気持ちはわかるけどあなたと私では釣り合いが取れないのね、みんな。はい、カナダさん。いや、そうじゃなくてね。黙って、やっぱり断らせていただくわ。やはり私の美貌にお似合いなのはこの美貌に負けないだけの容姿端麗な方だけですわね、みんな。はい、カナダさん。世の中にはどうしても埋まらない身分の差というものがあるのだ。ま、がっかりせずに君も身分相応の相手を探したまえ。その通りですわ、伊集院くん。頭いてー。なんなんだこいつら。まったく、変な奴らに構ってた間に藤崎どっかに行っちゃったじゃねえか。ああ、ナオト、分不相か。
やっぱり俺としおりじゃ釣り合いが取れないのかな。ナオト。そうだよな、しおりは可愛いし頭もいいし明るいし。ナオト。それに比べて俺は。ナオト、いつまでもつまんねえこと気にしてんじゃねえよ。あ、いや別に。それよりこれ見てみろよ。え？伝説の木。伝説の木？でかい。卒業の日、この木の下で女の子に告白されると、そのカップルは永遠に幸せになれるんだってさ。告白されると？知らないのか、このきらめき高校の伝説。結構有名な話だぜ。へえ。誰が言い出したのか知らないけど、羨ましい話だよな。そうだな。へえ。この木がね。ナオト君。え？あ？どうしたの？あ、いや、なんでもない。ま、羨ましい話ではあるけど、ただの噂話だからな。少なくともぼーっとしてちゃ、そういう羨ましいお話に出くわさないことだけは確かだぜ。サートメ、せっかく楽しい高校生活が始まったんだぜ。どうせなら好きな女の子と一緒に楽しみたいじゃん。高校生活か。ナオト君もきらめき高校なんだ。じゃあ今までと一緒ね。これからもよろしくね。いや、いつまでも一緒じゃダメなんだ。ただの幼馴染じゃ、ただの幼馴染のままじゃ。おい、ナオト。つまり告白されるにはまず自分が行動しなくちゃいけないってことだろ。分かったよ、俺アタックしてみる。そうこなくっちゃな。ああ、自分の思いを伝えるんだ、彼女に。だから私はダメだって言ったでしょね、みんな。はい、高谷さん。そうじゃないってば。ようやく始まった高校生活、それを充実したものにするかどうかは全て俺の行動次第。ここは行動するっきゃない。しおり、俺は君に。シリーズ構成、赤堀悟。脚本、赤堀悟、山田康則。今日のお題、あなたの性格を一言で言うと。出演、藤崎しおり、金月、大雑把、まみ、早乙女よしお、上田、ちょっとツヤっぽいゆうじ、伊集院レイ、角田、親切、なるみ、鏡美良、五十嵐、鏡美良とちょっと似てるところもあるかもしれない、レイです。十一夜めぐみ、甲田、ただの甲田真理子です、真理子。男子生徒、八戸、毛田物勝です。男子生徒、富田、のんびり穏やかな性格になりたい、コウスケです。女子生徒 AB、 北島、ベランメ、チエコです。高見直人、小野坂、ものすごくいい人、マセ。以上でお送りしました。ステレオドラマ、もっとときめきメモリアル、第1話入学、第2回ドキドキラブアタック。俺、高見直人、15歳、私立きらめき高校に入学したばかりの1年生。これからの3年間充実した日々を過ごすぞと、俺は幼馴染で憧れの藤崎しおりに自分の気持ちを告白することを決意したんだけど、遅いなあしおり、クラス委員ってのも結構忙しいんだ。俺は一大決心をして校門前に立って下校するしおりを待っている。今日こそこの思いを告白するんだ。もっとも下校時を狙えっていうのは親友になったばかりの早乙女よしおに言われたんだけどね。
告白なんてのは下校の時がチャンスなんだぜ。どうするかって偶然を装って待ち伏せするんだよ。そんで無理やりにでも一緒に帰る。せっかく隣に住んでるんだろ、そういうところを利用しろよ。とにかく少しでも長い時間彼女と一緒にいれば何かある。頑張れよ。偶然ね、偶然を装うって言われても、いいか、緊張してきた。ちょっと練習でもやってみっかな。うん、あ、うん。これはこれは奇遇でござりますな、藤崎殿。あ、何固くなってんだ。時代劇じゃあるまいし。ヘイ彼女、じゃあしばきに元気ベイビーって、これじゃ軽すぎるよな。いや、偶然だね。見ず知らずのあなたに偶然呼ばわりされるいわれはないわ。いつの間に、君紐を結いない。この私にいきなり声をかけるなんて、いい度胸してるわ。ふーん、あなたなかなかいい顔してるわね。そうっすか。なかなかいいモルモット顔よ。モルモット、ねえあなた、この紐をユイナと世界征服を目指してみない？それじゃあ人体改造に興味はないかしら。人体改造、ちょっと待ってよ。私優柔不断な男は嫌いなの。まあいいわ、私と世界征服について語りたかったらいつでも呼んで。春だもんな。いろんな人出てくるよな、そら。ナオトくん。しおり。誰あの人、綺麗な人じゃない？そうだね。じゃなくて、いや違うんだ、向こうから声かけてきて、さっき会ったばかりの全然知らない人なんだよ。やあ、偶然だね。偶然？いやダメだダメだ、しおりの方からいきなり声をかけられたんで動揺してる。せっかくの段取りが。どうしたのよ。だから俺今から帰ろうかって思っちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃったりしてね。これがそうなんだよ、帰るんだよ、帰る。3匹320円でね、近所のあの焼き鳥屋が売り出しちゃって、これがまあ意外にいけるんだよな。なんていうかな、鳥に似た感じで、いや決してまずくなく、いやそれでいてうまくなくじゃ、うまくなくじゃダメなんだ俺もな。今日の直人くんちょっと変よ。今帰りなんでしょ、一緒に帰りましょうよ。何か都合悪いの？全然。帰るよ。帰ります。帰るとき、さあ帰ろう。なんか変な直人くん。やったー。まずは作戦成功だ。ああ、お疲れ様、藤崎さん。あ、生徒会長。さっきはありがとうございました。いや、あんな CD でよければいつでも貸してあげるよ。あ？そっちは藤崎さんのボーイフレンド？やだ違います、ただの幼馴染です。ただの幼馴染です、幼馴染です、幼馴染です、幼馴染です。そう、じゃあ明日の委員会もよろしく。はい、失礼します。今の生徒会長だっけ？うん、とっても面白い人でね、つい甘えてモーツァルトの CD とか借りちゃった。へえ、そうなんだ。クラス委員のみんなもとってもいい人ばっかりで、これからの高校生活楽しくなりそうだわ。さあ、よかったじゃんか。それでね、その時 F 組の森くんが手伝ってくれて、ほんと優しい人よね。あ、そうそう、バスケ部の木村くんって面白いのよ、先生の真似がすっごくうまいんだから。へえ、
ほら俺、ヘラヘラ笑ってんじゃない。しおりに近づく男の話を聞かされてるんだぞ。しおりもしおりだよな。男の考えてることなんてみんな一緒だぞ。ほんとみんないい人ばっかりなのよ。ナオト君もそう思うでしょ。そうだね。はあ、ほんと人を疑うってこと知らないんだから。ま、そこがしおりらしいんだけど。でもこんな風に他の男の話ばっかされるってことは、俺ってやっぱりただの幼馴染です。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 あー、どうしたのナオト君。あ、いや別に。いかにか、ここは一緒になったらとにかく褒めまくれ。髪型とか服とかもう何でもいいから。女の子はみんな誰でもいいから褒められたいんだよ。褒められて悪い気分はしないだろな。よし、第二作戦開始。しおり。何ナオト君。そうだ、その髪型似合ってるよ。髪？うん、しおりにぴったりっていうか。これっていつもと同じだよ。美容院も変えてないし、別に何もしてないし。いや、だから、そうだよ、そう、いつも似合ってるってことだよね。そうなの？ありがとう。いえいえ、どういたしまして。おかしい、褒めてるはずがぎこちない会話になってる。あの服かわいい。へえ、ミルクハウスなんだ。いいな。ね、見て見て、ナオト君。え？ああ、しおりが着ればもっと素敵だよね。そう？もちろん。そうだ、今度のしおりの誕生日に俺がプレゼントしてあげるよ。でも。いいからいいから、気にしないで。そんなに私に似合う？似合う似合う、ぴったり。お世辞だと思ってんだろ。あいにく俺ってそういうの言えないたちなんだ。もう冗談ばっかり。え？そりゃ可愛くて素敵な服だけど、あれ子供服なのよ。え？どれ？あ、本当だ。どうせ私は子供っぽいですよ。ポン。ああ、いやいや、そのにゃ、あっちゃー。しおり、さっきはごめん。もういいよ、別に謝らなくても。それよりナオト君、今日のナオト君なんかおかしいね。どうかしたの？そんなことないよ。ほらこんなに元気、おいっちにおいっちになどと体操なんかしちゃったりして。なんだかいつものナオト君じゃないみたい。何言ってんだよ。もうすぐ家に着くじゃないか。今まで何やってたんだ俺は。あと吉尾のアドバイスだと、それでもダメなら奥の手しかないな。ズバリストレートに言う、これしかない。あ、バカ、なんて言うかはナオトのセンスだ。そうだ、それしかない。変なナオト君。しおり。何？しおり。どうしたの？話があるんだ。話？ああ。実は、俺、しおりのことは。え？何？しおりのことが。しおりが、あねた。だから私がどうしたの？いや、やっぱいいや。気になるな。隠し事なんてナオト君らしくないわよ。そんな大事なことじゃないから、気にしなくていいよ。でも。じゃあここでさよなら。あ、ナオト君。あー、もう何やってんだこの俺は。
なんで言えないかな。もうたった一言、たったの一言だけだってのに。こんばんは、長澤ゆりかです。さあ今日も悩める子羊たちの相談にゆり姉がドーンと答えてあげようじゃないか。ああ、しおりが目の前にいなけりゃいくらでも言えんのに。しおり、お前のことが好きだ。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 大好きだ。ってバカか俺は。バカか俺なんて一人で悩んでんじゃないよ。ゲグって言っても無理だよね。若さに悩みはつきものだもん。ここにも悩めるお手紙が一枚。世田谷区の恋する高橋くんからです。ゆりね、俺ずっと好きな子がいるんです。だけど好きですってなかなか言い出せなくて、どうしたらいいかな。ゆり姉のアドバイスはただ一つ、それは勇気を持って告白するってこと。思い切って打ち明けちゃえばきっとうまくいくわよ。私が保証してあげるってのはちょっと勘弁ね。さてでは次の曲、菅原幸子のお魚になりたい。勇気を持ってか、それができれば苦労はないっての。ナオト、電話よ。電話？もうめんどくせえな。早く降りてください。切っちゃってもいいの？大事な電話じゃないの？ちょ、もう大事な電話な、まさかしおり。はい、高見です。おい、高、どうだった？なんだ、早乙女かよ。なんだ、早乙女かよはないだろ。はぁ、その様子じゃうまくいかなかったみたいだな。あ、うん、安心しろよ。そんなこっちゃないかと思ってちゃんと次の作戦を考えたんだから。次の作戦？遊園地だよ、遊園地。そこに藤崎を誘うんだよ。遊園地にしおりを誘う。遊園地にしおりを誘う。その言葉は甘露な響きとなって俺の心に広がった。遊園地だ。今度こそ必ずしおりに告白するぞ。シリーズ構成、赤堀悟。脚本、赤堀悟、山田康則。今日のお題、今でも忘れられない一言。出演、藤崎しおり、金月。あんた男名だからね、結婚は難しいんじゃないかな、マミ。早乙女よしお、上田。考え方が違うんだよね、ユージ。ひもゆいな、中。初対面の人に君ってばったり似てるねって言われた、ともこ。 DJ 長澤、君いい匂いがするね。嘘です、ゆりか。母吉岡、愛してる、くにこ。生徒会長富田、好きです。こうすけです。高見直人、小野坂。あなたの中に私って何パーセントいるの？まさやでした。以上でお送りしました。Money
きとか嫌いとか最初に言い出した。ステレオドラマもっとときめきメモリアル第1話入学第3回決めるぜテーマパーク。俺、高見直人、15歳。私立きらめき高校に入学した俺は、これを機会に幼なじみで憧れの藤崎しおりに告白しようと決心する。ところがこれがなかなかうまくいかないんだな。そして親友の早乙女義雄のアドバイスでしおりを遊園地に誘うことになった。今度こそ告白するぞ。日曜日、天気は快晴。今日、俺の運命が、3年間の高校生活が決まるんだ。バラ色となるか、灰色となるか。いや、必ずバラ色にしてみせるぜ。おい、ナト、こっちだこっち。早乙女。にゃ。やあ、諸君、待たせたね。今日は下々の者たちの楽しみとやらを味わわせてもらおうか。いやー、ゆりくん今日もかっこいい。なんで伊集院が来てんだよ。あ、決まってんだろ、今回のスポンサーだよ。どうせなら大勢の方が盛り上がるじゃんか。女の子はとりあえずいっぱい来るし、入園料は出してくれるし、いいことだらけだろ。俺に感謝しろよ。ああ、嬉しくって涙が出るよ。それより里目、しおりの方にはちゃんと電話したのか。こんにちは、早乙女くん、直人くん。あ、こんにちは、しおりちゃん。ごめんね、ちょっと寝坊しちゃって。待った？全然。俺たちも今来たとこだよな。きらめきファンタジーワールドは久しぶり。今日は楽しもうね。うん。ここきらめきファンタジーワールドはきらめきナイトカーニバルって言って、夜9時までやってる。時間はたっぷりあるんだ。絶対にしおりと二人きりになって、そしてしおり、ようやく二人きりになれたね。ナオト君、実は俺、君のことが前から好きだったんだ。私もよ、ナオト君。しおり、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 結構おめえ、しおり、なっちゃって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 、あ、何一人でもだえてんだ、ナオト。ナオトくん、この間から変。庶民の考えてることはわからんな。え、いや、あの、コースターだってよ。なんだか怖そうね。俺こういうの苦手なんだよな。でもしおりがいるならだらしのない、たかがマシンじゃないか。伊集院くんかっこいい。まずは度胸試しだ。そう、乗った乗った。よっ、ナオト、お前誰と乗る？え、誰とってそりゃ。分かってるって、一応聞いてみただけさ。チェ、早乙女くんどうかしたの？いや、なんでもない。しおり、一緒に乗ろうか。うん、よし。あら、ちょうどいいとこに来てくれたじゃない。その声は、ひもさん。この前の綺麗な人、なんでここに？あなたはそんなこと考えなくていいでしょ。さあ、私の隣に乗りなさい。いや、ちょっとその、いいわよ、ナオト君、私は後ろに乗るから。あ、しおり、そんな動かないで。ひもさん、いきなり手を握ってくるなんて。動かないでって言ってるでしょ。データ収集の電極が取り付けられないじゃない。データ？そうよ、極限状態における人間の思考パターンおよびその興奮度とアルファ波の相関関係のデータが今後の研究材料としてどうしても欲しいのよ。
極限がどうしたって。まあモルモットはそんなこと知らなくてもいいわ。いやモルモットってね。ちょっと行くわよ。キャー、どわうそー。なるほど。のオータ、大したことないジェットコースターだわね。これじゃ納得のいくデータが収集できないじゃないの。それじゃあ俺はこれで。待ちなさい。一回のデータでは不足だわ。続けていくわよ。冗談でしょ。私は冗談が嫌いなの。おい、てめえ誰か止めてくれ。懐かしいな、コーヒーカップだぜ。ガキの頃親父にせがんでぐるぐる回してもらったっけ。もうナオト、今の俺は誰にせがまなくてもぐるぐる回ってるよ。情けないな君は。うるせえ。ジェットコースターに連続15回乗った男の気持ちがお前にわかるか。いや、わかるまい。そんな庶民の苦しみなど僕にわかるはずがなかろう。よっぽど辛かったんだな。大丈夫ナオト君。大丈夫。小さい頃から私これに乗るのが好きだったの。コーヒーカップに乗ってくるくる回るのってなんだか妖精か何かになったみたいでしょ。なんて人に言うと笑われちゃうんだけど。そんなことないよ。全然ありがとう。それじゃあ今日は俺がくるくる回してやるよ。本当？あ、でも体の方は。なーに、今度はさっきと逆に回れば元に戻るんじゃないかな。ほら、ねじれた電話機のコードみたいにちょっと違うかな。後ろも疲れてますんで、そろそろカップの方へ乗りませんか。あ、ごめんなさい。悪い。そうとも、さっさと乗りたまえ。いや、この笑い声は鏡ミラー。あら、皆さんお揃いでコーヒーカップ。ミラ君、どうかね。君もたまにはこの単純明快な乗り物に乗って一般庶民の娯楽というものを体験してみては。そうね、伊集院君がそう言うならご一緒するわ。それじゃみんな、今度はコーヒーカップに乗りましょう。はい、カラダさん。親衛隊までまたややこしいことになってきたな。そんじゃしおり、俺たちはあのコーヒーカップに乗ろうな。高見君。なんだよ伊集院。君に大役を仰せつけよう。僕とミラ君の乗るコーヒーカップの操縦という重大任務だ。操縦ったってこんなもんただ真ん中のテーブル回す。僕の乗る全てのものの操縦は伊集院家の施設軍隊の中でもエリート中のエリートにしか許されない栄誉。その大役に君のような一般庶民が抜擢されたのだ。心ゆくまで人生の春を満喫してくれたまえ。おい、別に俺はな。さあ、早くここに座りたまえ。早くお座りなさい。俺はしおりと。そろそろ動き出す。女生徒の諸君、君たちも早くカップに乗りたまえ。さあ、みんなも早くカップに乗って。わかりました、鏡さん。ああ、お前、鏡さんの隣のカップは。おい、俺はこんな連中と一緒に乗りたくないぞ。ああ、ナオトのやつ、女生徒と親衛隊に巻き込まれていっちゃったよ。ナオト君。確かにメルヘンチックな乗り物ではあるが、一般庶民の娯楽だけあってまだまだ G が甘い。高見君、君に一つ上層階級の G というものを体験させてあげよう。いや、もう十分回ってるって。おい、そんなに回したら。おい、はあ、まだ物足りん。ミラ君、レディにこんなことをお願いするのは心苦しいが、手を貸してはくれないか。そうね、
私命令されるのは性に合わないんだけど、他ならぬ伊集院君の頼みならあえて協力させていただくわ。俗に言う初めての共同作業ということね。コーヒーカップには美女と美形がふさわしい。あー、ダメだって、そんなに回したら。おい、誰か下ろしてくれ。ほんとついてないやつ。ナオト君バカ。少しは楽になった、ジェットコースターとコーヒーカップのダブルで来たもんな。あれ、みんなは？なんだよ、置いてきぼりかよ。しおりは？そんな、しおりまでいなくなるなんて。今日は薬日だ。あら、これはまたいいとこであったわね。やったった今、あの球体以前のジェットコースターをハイパースパークリングメガコースターマーク2ターボへの改造が終わったのに、今度はさっきみたいなトロッコに毛が生えたのとは違うわよ。さあ、もう一度実験よ。遠慮します。いいから来なさい。たま来るのよ。いやせっかくしおりと来た遊園地だっていうのに、天中殺と大殺界と恐怖の大王がスクラム組んでやってきたようなこの不運。くそ。でもまだ遊園地の閉園までには時間がある。その時までに必ずしおりに。さあ行くわよ。いやー、お助け。シリーズ構成赤堀悟、脚本赤堀悟、山田康則。今日のお題、理想のタイプ。出演藤崎しおり、金月永瀬正俊さん、マミ、早乙女よしお、上田、サメ肌雄二。ウソプー伊集院霊、角田。とりあえず顔が綺麗ならいいかな、なるみ。鏡ミラ、五十嵐。それはもちろん、あ、な、だ、ねんちゃって。レイでした。ひもゆいな、中。月並みに優しくてあったかくてちょっとごつい人、ともこ。女性と北島。ユーモアのある人、ちえこ。女性とに、吉岡。年上の人、邦子。金持ってるから死ぬから。なんでお金なのよ。親衛隊一、八戸。女の人、マサル。親衛隊富田。やっぱチャンリンシャンのあの人かな、昔からです。コウスケ。高見直人、小野坂。まあ、とりあえず足が長くて、髪の毛長くて、目が大きくて、顔可愛くて、まあ、胸は大きくないとダメだしね、腰は細くないとダメだし、大きいに二重まぶたね、そういう。まさやでした。以上でお送りしました。好きとか嫌いとか。ステレオドラマ、もっとときめきメモリアル、第1話、入学。第4回とどめのイルミネーション。私のメモリア。俺、高見直人、15歳。私立きらめき高校に入学した俺は、これを機会に幼馴染で憧れの藤崎しおりに何とか告白しようと遊園地でそのチャンスを伺う。だけど次から次へと邪魔が入って、もう全然ダメ。遊園地が終わるまでに俺は告白できるんだろうか。何一人で歩いてんだろう俺って。
千代里と遊園地にいるっていうビッグチャンスを生かせないなんて全く情けないよな。こんなんじゃ千代里に俺の思いを告げるなんてできるわけないよ。たった一言好きだって言うだけなのに、もう辺りも暗くなってきた。さあ皆さん、チキチキバトルカートでストレス発散。これは相手に体当たりしてポイントを上げながらゴールを目指すハラハラドキドキのレーシングゲームなの。なんと優勝者には優勝トロフィーと豪華賞品が待ってます。すごいでしょ。そこの君どう？え、俺？なんだかつまんなそうな顔してるけど、これでスカッとしてみない？そっか、俺やっぱつまんなそうな顔してんのかな。ほらほら、男の子はいじけない。さあこれでスカッとしよう。よし、一丁やっちゃうか。こうなったら優勝を狙うぞ。こいつで勢いをつけてしおりを探して、それでもって。あ、でも私こういうのは苦手で。大丈夫、誰にでも簡単に楽しめるゲームだから、ストレス発散に最適。思いっきりゴーカートで体当たりすると気持ちいいんだから。でも私一人だし。心配いらないわよ。さっきだって冴えない男の子が一人で入ってったし。ああ、もうすぐです、返しよ。さあ急いでね。ナオト君？しおり。あ、さっきの冴えない男の子って。え？ううん、なんでもないの。チャンスだ。あのさしおり、俺話が。チキチキバトルカートスタート10秒前。お手柔らかにね、ナオト君。あ、ちょっとしおり。3、2、1、スタート。さあレースの火蓋が切って起こされました。みんな頑張って。おいおい、やっとしおりと二人っきりになれたのが、こんなムードのないレースゲーム。ぼーっとしてると置いてっちゃうよ。しおり、人の気も知らずに見てろよ。ジャーニー。やったな。かな。まあ、レースは盛り上がっております。さあトップを行くのは、おっと2台のマシンがぶっちぎり走ってますね。ドライバーは冴えない男の子と可愛い女の子、激しいバトルが繰り広げられています。負けるな冴えない男の子、頑張れ可愛い女の子。冴えないは余計だよ。負けないわよ、ナオト君。さあゴールを目前、勝つのはどっちだ。いや、停電？やだ。すいません、ただいまどこかで事故があったらしくて、今確認してますから。あー、スパークリングコースターが。停電が起こるとは、私のチューンナップに遊園地全体の容量が耐えられなかったのね。でも負けないわ。科学の発展のためには障害はつきものよ。マジかよ、観覧車に閉じ込められるなんてドラマみたいだけど、同席してるのがこいつらじゃ。あら、この状況で邪魔なのは早乙女くん、あなたの方よね、伊集院くん。まあ二人ともうろたえないでくれたまえ。この僕の力をもってすれば、停電の一つや二つ。真っ暗な遊園地か。あの二人どのあたりにいるんだろう。まさか遊園地中が停電になるなんて。何があったのかしら。さあ、でもとんだ日曜日だな。あのゴーカートだってあのまま行けば優勝トロフィーと賞品が手に入ったのに。あら、そうかしら。え、そうかしらって決まってるじゃんか、俺の方が早かったよね。でもアタックポイントは私の方が上だったわ。
だから総合ポイントで私が優勝したはずよ。あれ？俺だってしおりのゴーカートから結構ポイント奪ってたぜ。違いますよ、私ちゃんとポイント表見てたんだから。とにかく俺が勝ったのは間違いなし。いいえ、私が勝ちました。俺、私、俺、私やめよ、なんかムキになっちゃって。二人とも子供の頃に戻ったみたい。あんなに遊びで大騒ぎしたのって久しぶり。ああ嘘ばっかり。ナオト君は今日はずっと私を置いてはしゃいでたくせに、ジェットコースターとかコーヒーカップとか。え、あれは違うよ、邪魔な奴らが無理やりこのえ、いいわ、許してあげる。よかった。でも置いてきぼりにされてちょっぴり寂しかったのよ。だからさっきのレースゲームで意地悪しちゃった。ごめんね。いいや、許してあげましょう。よかったこんな素直にしおりと話ができるなんて、今なら伝えられそうだ、自分の本当の気持ちを。ああ見て。え？あんなに星が。ああ遊園地のイルミネーションが消えたおかげだな、こんな都会でも星が見えるなんて大停電様々だ。綺麗。しおり。え？俺の話聞いてくれる？ナオト君？実は俺。ナオト君。俺しおりが、しおりが好き。ね、そう。じゃ、なんだ？探したのよ、私の白馬の王子様。11夜めぐみちゃん。あの始業式の日、私をかばってくれた時、運命が二人を引き合わせたの。引き合わせたって何が？だって気になっていろいろ占ってみたら、どんなものでも結果が同じなんだもん。いつも滴るいい男が一生の伴侶だって。ほら、この遊園地の占いコーナーの結果でも、みずみずしい男性があなたをハッピーにするって。ふーん。俺は何も知らないんだよ。しおり、そんな目で見ないでくれよ。ロット占いも、キッコ占いも、ジプシー占いも、その他もろもろの占い全部二人の相性バッチリだって。こうなったらもう二人は結ばれるしかないわ。ナオト君。しおり、おい、違うんだよ。ナオト君。はい、いや、その。見つけた。ゆいなさん。いろいろ試してみたけど、やっぱりあなたほどのモルモット君はいないわ。高見直人君って言ったわよね。あなたは一生私が面倒を見てあげる。ちょっと、あのね。私、お邪魔のようね。しおり。直人君。なあ。もう知らない。しおり。こうして俺の高校生活は幕を開けたんだけど、果たしてこれからどうなるんだろう。いつになったらしおりに告白できるのか。へえ、しばらく立ち直れない。ねえ、ナオト君。これはこれで嬉しいけど、気が多いやっちゃ。シリーズ構成、赤堀悟。脚本、赤堀悟、山田康則。今日のお題、くすぐったいところ。出演、藤崎しおり、金月、な、い、しょ、まみ、早乙女よしお、上田。過去の話持ち出されるとやっぱちょっとね。ゆうじ伊集院レイ、角田、そこと、ここ、なるみ鏡ミラ、五十嵐、右の耳のとこフーとかやられると右の腰のとこくすぐったくなっちゃうの、レイでした11夜めぐみ、甲田、
ちっちゃい頃床屋さんに行っていたので、床屋さんが首とか剃るときに、あの背中がとってもくすぐったかったです。マリコ、ひもゆいな中教えてあげない、ともこ。コンパニオン吉岡、試しに触ってみて。触る触る。クニコ、ジェットコースター係員富田、これやっぱり鎖骨と肋骨やね。コウスケでした。高見直人、小野坂、喉の仏さんがな、シュワシュワーっとシュワシュワーっと、マサヤ、以上でお送りしました。
おしゃべりピアス鏡ミラ編朝。ほらみんな早く起きないと遅刻するわよ。お姉ちゃんおはよう。あら今日がいないわね。アキラ今日起こしてきてくれる？はーい。みんな揃った？じゃあご飯にしましょう。いただきます。何すんだよ、これ俺んだぞ。なんだよ、しょっぱんのかよ。ほらほらほら、そこさっぱらから喧嘩しないの。喧嘩するなら別に食べなくてもいいのよ。ごめんなさいお姉ちゃん。はい、分かればよろしい。それじゃあ食べ終わったら食器台所に持ってきてね。はーい。さーてと、後片付けしなくっちゃ。お姉ちゃん、どうしたの？わかる。僕の定規知らない。昨日宿題した時どこにしまったの？ほら、お姉ちゃんも探してあげるから。うつる、ちょっと一緒に探してくれる？うん、いいよ。お姉ちゃん、体操服の洗濯、お母さんに頼んでおいたんだけど。それならお母さんのところじゃない？でも、昨日も遅かったみたいだから起こしちゃダメよ。ほら、光、定規あったわよ。これ僕んじゃないよ、河野だよ。そうなの、ダメじゃない、ちゃんと名前書かなきゃ。あ、じゃあこれ。あ、それだ、よかった見つかって、ありがとう。みんなちゃんとお父さんに挨拶した？はーい、しました。はい、よろしい。あ、忘れてた。さく、ダメじゃない。お父さんはいつでも私たちのこと見守ってくれてるんだから。分かってるって。さく、挨拶もう済んだ？あ、それじゃあみんな忘れ物ないわね。はーい、じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。やっと片付いた。そろそろ私も学校に行かなくっちゃ。それじゃお父さん行ってきます。鏡さん、おはようございます。あら、おはよう。今日もお美しいですね。当然よ、当たり前じゃない。朝よ、起きなさい。この私に起こしてもらってまさか眠いなんて言わないわよね。さ、起きるのよ。朝よ、起きなさい。早く起きないと遅刻するわよ。え、眠い？そんなこと私に関係ないわ。ほら起きて、早く起きなさいよ。ま、いいでしょ。そうまでして起きないなら最後の手段よ。起きなさい！これだけやっても起きないなんて、私も軽く見られたものね。お留守番ミラ。もしもし、せっかく電話してもらったのに悪いんだけど、今この家の人は留守にしているの。ご用件は私、鏡ミラが伝えておきますので、発信音が鳴ったらメッセージをどうぞ。あなたのそばに鏡ミラ。勘違いしないでね。それじゃ、失礼するわ。当然よ。100年早いわよ。当然ね。やめておくわ。勘違いしないでよね。
おはよう。今日も一日頑張るのよ。こんにちは。これからお仕事？頑張るのよ。こんにちは。これからお勉強？頑張るのよ。こんばんは。もう一頑張りよ。おやすみ。また明日ね。あ、一体どういうつもり？笑わせるわね。そういう操作はできないの。ま、いいでしょ。次に行くわね。この程度なら許してあげるわ。結構よ。次に行くわね。じゃあ始めるわ。本当によくって？終わったわ。きらめき高校！東小学校！ハイコン、ハイコンに喋らせろ！はい、こんにちは！今回から始まる新コーナー、きらめき高校東小箱の司会進行役を担当します、早乙女よしおこと、上田裕二です。完全に訳さないでください。うせえぞ、お前ら！喋らせろ！それではそれではですね、まず、このコーナーの説明をさせていただきます。はい、はい、はい。このコーナーは、皆さんから寄せられた、ときめきワールドに対する質問のおはがきに対して、毎回、きらめき高校の生徒の中から1名をゲストとしてお招きし、ヤッホー！その質問にズバリ答えていただこう。そういうコーナーなんですね。楽しみでーす！はい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 。さーて、記念すべき第1回目のゲスト！当然私、鏡ミラ、こと、五十嵐麗でーす。ヤッホー！ってことで、はい、では早速質問でーす。はーい、兵庫県は、はい、はい、鏡さん6号さんからの質問でーす。鏡家の弟たちの年を教えてください。どうぞ。ですね、知らないんだ。いや、そんなこと、いや、私はですね、考えてます、ちゃんと。私は考えてます。いや、ちゃんとあるんだから。そうですが、6人いますから、やっぱりここは綺麗に小学校1年生から、1、2、3、4、5、6、これで OK かと思っております。3、3、6で12年って感じですね。はい、はい、はい。バッチシ。はい。それで終わりですか？詳しい点では。それでいいのか。はい、はい、はい。じゃあ、ここでですね、五十嵐麗さん、本人は、ご兄弟とかいらっしゃるのか、いろいろ聞きたいと思います。あ、もう、それは、おかげさまで、います。じゃあ、兄弟家族構成の方からまず聞かせていただきましょう。家族構成は、ちょっと似てるかな、6人。いや、違う。お父さん、お母さん、頑張りました。いや、うちもの母親なだけなんですけども、似てるかなと思うんですけど、うちの場合は姉妹ですね。6人の姉妹はいないのよ。いないの、それはいないのね。はい、姉が一人おりまして、6歳も年上なんで。あら、何の笑いなんだろう、今。まあいいや。まあいいや、行きましょう、次行きましょう。年上、姉がいまして、そんな感じですかね。そんな感じ。何の話をしてるんですか。まあ、そのことはあれなんですけどね。いや、私でも弟がね、ミラさんみたいに弟がいたらね、いたらいいな、男の兄弟欲しいな、でもすっごい可愛がるだろうなと思うんですよ。いや、なんか本当にいや、もう可愛がるっていうか、結局引き連れてなんか親分みたいになっちゃうかもしれないんですけどね。そんな感じで。はい、ありがとうございました。はい、以上、きらめき高校東小学校でした。また次回お楽しみに。